皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。この動画では次の内容についてお伝えします。まず1番、フィリピンのイミグレーションの状況について。2番、ビザの延長について。3番、コミュニティ隔離期間中にフィリピンを出国される方のビザ手続きについて。4番、ダバオ市の規制が解除された後のイミグレーションでのビザ手続きについて。これはもしかしたら他の地域のイミグレーションとはちょっと内容は異なるかもしれませんけど、ご参考までに紹介いたします。そして5番、フィリピンの渡航規制、特にフィリピンに入国できる人と、そしてフィリピンから出国できる人について。以上5点についてお伝えします。まず1番目のフィリピンのイミグレーションの状況についてです。これについては本当に結構多くの方からですね、ご質問いただいてるんですよね。一番多い質問がですね、現在フィリピンに滞在していて、もう少しでビザが切れてしまうんですが、今イミグレーションの状況はどうなっていますか、という質問です。このご質問にお答えいたします。結論から言いますと、イミグレーションは空いているんですが、基本的にビザの延長手続きの受付は行っておりません。イミグレーションはフィリピン全国一律で外国人のビザの手続きに関して次のように発表しています。これがそのまま2番目のビザの延長手続きについてなんですけども、2020年3月19日以降、フィリピンでは強化されたコミュニティ隔離、または一般的なコミュニティ隔離が実施されているため、この期間内に期限切れとなったビザに関しては保留とし、保留期間が解除されてから30日以内に手続きをすれば罰金や罰則を科されないとされています。ということで、現在フィリピンでは3種類の隔離規制がなされています。一番強い規制が強化されたコミュニティ隔離、そして2番目が修正を加えた強化されたコミュニティ隔離、そして3番目が一般的なコミュニティ隔離という3段階の規制がなされています。そして今のところいずれも5月31日までそれぞれの隔離が実施されることとなっています。そして5月31日以降は状況に応じてそれが延長されるか、または緩和されるか解除されるかとなっています。したがってイミグレーションに関しましては、お住まいの地域の隔離措置が解除されて、イミグレーションがビザ手続きの保留期間を終了しますというアナウンスをしてから30日以内に手続きをすれば良いとされています。つまり保留期間の解除後30日以内であれば、たとえビザの期限が切れていても罰則なしで延長手続きをすることができるということです。ただしビザが切れた日からの延長分については延長料を支払うということになっています。通常ビザが切れてからイミグレーションに行った場合は、その延長分プラス罰金が取られるんですけども、その罰金分は今回に関しては取られないということですね。延長した分だけ払えばいいということですね。そして3番目です。この隔離措置の期間中にフィリピンから国外へ出るという方は、国際空港にて延長した分の費用のみを払い出国できるとのことです。この場合も同様に、もしその出国する時点でビザが切れていたにしても延長分だけ払って罰金はつかないということですね。このようにフィリピンから国外に出るという場合以外は、とにかく今はイミグレーションに来なくていいので家にいてくださいとイミグレーションはアナウンスしています。次に4番目です。私が住んでいるダバオ市のイミグレーションの Facebook ページに掲載されている情報をお伝えします。一般的なコミュニティ隔離が実施されているダバオ市ですが、先ほどお伝えしたように、この一般的なコミュニティ隔離措置の期間中は、イミグレーションに来ないでくださいとアナウンスがなされています。そしていざ隔離措置が終わって、イミグレーションがこの保留期間を解除したとアナウンスして、イミグレーションに来ていいですよとなった場合、次のことに注意してくださいと呼びかけています。ダバオ市以外の方はもしかしたら場所によって多少内容は異なるかもしれませんので、念のためにこの規制期間が終わったら最寄りのイミグレーションに内容をご確認ください。はい、それではダバオのイミグレーションですが、まずこれまでイミグレーション内で行っていたビザの延長手続きの申請書を自宅で記入してから持ってくるようにとされています。こちらのフォームはダバオのイミグレーションの Facebook ページに掲載されています。関連リンクを動画の下の説明欄
そしてコメント欄にも貼っておきますので、必要な方はそちらからご覧ください。そしてこのダウンロードしてから記入する申請書以外に次の書類を準備することとされています。まず1番目、パスポートの個人情報ページのコピー。これは写真が載ってるページですね。そして2番目、パスポートの最新の到着スタンプが押してあるページのコピー。そして3番目、最後の延長申請をした際の領収書のコピー。これは該当する場合に限るとされています。はい。申請書の記入、そしてこれらの3つの書類のコピーもイミグレーションでは行わないでくださいと呼びかけられています。ダボーのイミグレーションでは、こうすることにより、ビザの延長手続きを簡素化させ、対面での処理を短くするとしています。また、一般的なコミュニティ隔離が終了して、ダバオのイミグレーションでの手続きが再開しても、マスクなしでは立ち入り禁止とし、ビザの申請者のみがダバオのイミグレーションに入場できるとされています。同伴者、特に子供を連れてくるのは厳禁だとのことです。また、60歳以上の方、免疫不全者、併存疾患をお持ちの方、またはその他の健康上のリスクがある方、そして、妊娠をしている方は申請をする場合ですね、直接ダバオのイミグレーションに出向いて手続きをする必要はないとされています。その代わり委任状、健康診断書、これは可能な場合とされてますけども、そして少なくとも委任された人が有効な ID、身分証明書を持っているという条件でビザ延長申請を誰かに委任することができるとのことです。ちなみにダバオのイミグレーションで延長される方は、イミグレーションの近くに JPVA ハローワールドツアーという会社がありまして、そこでビザ延長の代理手続きを行うことができます。はい、そして5番目です。フィリピンに入国できる人とフィリピンから出国できる人についてですね。こちらをご覧いただきたいんですけども、まず暫定的渡航規制情報と書いてあります。そして2020年3月22日から有効とされています。こちらの情報はフィリピンイミグレーションの Facebook ページの冒頭に現在でも固定されて掲載されている情報です。この動画を作成しているのは2020年5月ですけども、現時点でまだ有効ということですね。そしてフィリピンに入国できる人は次のものに限るとされています。1番目がフィリピン人、そしてフィリピン人の配偶者及び子供。そしてこれらの方は書類での証明が必要となります。そして2番目に承認された外国政府及び国際機関の職員。そして3番目に外国の航空会社の乗組員となっています。次にフィリピンから出国できる人についてです。こちらは2020年3月17日から有効となっています。そしてこちらに書いてあるのは次のものに限りルソン島の空港から出国できるものとするとされています。セブや他の国際空港でもほとんど同じだとは思いますが、念のため必要な方は別途お調べください。まず1番目が外国籍の方、そして2番目が永住ビザ及び学生ビザの保有者、そして3番目が OFW、 これは海外フィリピン人労働者ですね。その名の通り海外で働いているフィリピン人の労働者。これら3つに該当する人がフィリピンから出国できるということですね。そして下に書いてある備考として、中国に関しては中国に戻る OFW の方に限るとされています。その場合でも湖北省と武漢市は除くとされています。そしてその下にある備考は、韓国の京山北道、チョンド郡、テグ広域市、イラン、そしてイタリアは除くとされています。以上、フィリピンダバオ情報チャンネルの YouTube と Facebook のコメントに多かった質問、イミグレーションについてお伝えしました。もしこの動画をご覧になってまだわからないことがある、もしくはその他の情報についても聞いてみたいこと等ございましたら、ぜひコメント欄にコメントしてください。できる限りお答えしていこうと思います。そしてこの時期ですので、情報の変化が本当に激しいです。なので、現時点ではこの情報ですけども、もしかしたら翌日になったら変更という可能性もありますので、この YouTube の説明欄にフィリピンイミグレーションとダバオのイミグレーションの Facebook のページのリンクを貼っておきますので、そちらも常時ご確認ください。はい。それではこの動画がいいなと思われた方は高評価ボタンをお願いします。またコメントも大歓迎です。そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。はい。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。